はい、こんにちは、高野くもです。現在ですね、2022年の1月4日で我が家で期間限定ジャズ喫茶会をやっているところなんですけれども、何名かいらしていただいて、それで今回はですね、私が動画を始めて割と初期の段階から書き込みをしていただいて、で個人的にも何度もお会いしてジャズ話に花を咲かせている釜石さんという方がいらしてくださっていますので、釜石さんからいろいろお話を伺いたいと思います。釜石さん、こんにちは。どうも、こんにちは、釜石です、はい、よろしくお願いします、はい、2人ともかなりもうアルコール入ってんで、ビールにね、焼酎に、あとウイスキーと今ワインもね、お土産にいただいたワイン開けて飲んでるところなんで、酔いが回らないうちにそうですね、いろいろちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はい、今回私がね、釜石さんにお伺いしたかったことは、以前書き込みにもあったんですけど、その書き込みの内容があまりにも面白かったので、今度はリアルで実際にその体験された方の実際の言葉でお話をお伺いしたいと思うんですね。それは何かというと、中学2年生の時に強烈なジャズ体験をされたということなんですけども、その時のお話をもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。いいですか、はい、どうぞどうぞ。はい、ジャズそのものはですね、なぜか、AM ラジオで小学校6年生ぐらいの時に日本放送で鍋貞とジャズなんつるっていう番組を1日20分ぐらいだったからやってまして、なんか変な音楽だな、気になるな気になるなと思ってたんです、ね、鍋皿でも変な音楽じゃん、なんか奇妙な音楽だなって、うん、思って、で中学生ぐらいになってから、まあ、ビートルズとか、まあ当時なんだシカゴ、うん、まあ、そういう、まあ、ロック小僧、まあ、定番のロック小僧みたいなことになってたんですけど、どうしてもジャズが頭から離れなくて、うんうん、まあそれで別にレコード買ったりスイングジャーナル買ったりはしてなかったんですけど、決定的だったのはですね、中学2年ぐらいの時にガタガタに学校の成績が下がりましてですねうちの親があんまりにもこれ どうしようもないぞって言うんで、家庭教師をつけてくれたんですね、うん、で来てくれた方が、まあ私は、まあ、鎌市なんで鎌倉なんですけど鎌倉お住まいでしたよね、鎌倉から一番近い国立大学というと横浜国立大学だったんですね、うん、で そこに親父のがそこのなんだ学生課っていうんですか、はいはい、親父が電話して家庭教師頼むって当時はそういうふうに学生課に電話すると張り出されたらしいんですね。それで、まあ、応募されてやってきた方が、まあ、とんでもない人で、ね。それ何年ですか？1972年のことですね。私が14歳、中学2年の時ですね。ああ、私4歳、10歳違いますもんね、釜石さんと。そうですね。まあ、春ぐらいから、72年の春ぐらいから、まあ、来てもらって、非常にやばい人です。まだまだ全教頭とかそういうのの余波があって、うん、某党派の人でもありましてですねうちの親父はそういう人たちに非常に理解があってむしろ僕なんかはまだまだそんな全然知らないんでね、むしろその授業終わってご飯をご馳走するわけですけど、その時大いにお酒を飲んで親父とその家庭教師の先生が盛り上がってですねS さんって言うんですけど、うんうん、非常になんかその授業以外でもうちに出入りしてなんかあ、そうなんだ、お父さんと、親父と話したりしてね、でうちのあの庭の草刈りとかも手伝ってくれたりして非常に家族ぐるみの付き合いをしてたんですけど、でも非常にやばい人でですねで、まあ、ただすごい教え方はまあすごい腕で、みるみる僕成績上がっちゃったんですよね。でじゃあもっと成績上げるためにじゃあ お母さん、私のおふくろ生のお母さん、はい、うちで合宿しましょうって言って、はい、隣町の戸塚だったかな、はい、の先生に1週間、合宿したんですね、はいはい、でそこでけしからぬことにも
タバコはエロ本だ酒だ中学2年生に振る舞ってくれてて、いや大変これはいい経験だよにはなりますけれどね。合宿は亀市さん一人だったんですか、他の生徒も集めたんですか。いや生徒は僕一人だけですから、ね、あそう、じゃあ不良合宿、不良修行合宿、うん、まあ勉強はちゃんとやったんですけど、はい、うん、あうん、じゃあちょっとビールでも飲んでみろタバコもちょっとふかしてみろとか、おうおう、うん、で僕がジャズがなんとなく好きだってことは分かってて、あのラジオなんかで流れると、え、なんかこれ、うん、なんか気になるんですよねっつったら、その人もその世代の大学生って大概もうジャズ好きなもんですからね、うん、あ、なんだ君はジャズが好きなのかって言ったら、うん、まあ好きかもしれませんって言ったら、よし分かった、じゃあこの合宿の間一日あの横浜にはいっぱいジャズ喫茶あるから案内してやるよっつって、うん、あ、ジャズ喫茶で、ある日、まあ、すみません、あの当時の中学生からしてみると、そのジャズ喫茶ってどういう存在だったんですか。お化け屋敷みたいなイメージだったんですか。お化け屋敷でこうその政治的な人がカンカンガクガクやっててタバコがもう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 、あ、じゃあやっぱり世間的なイメージみたいな、そう、ね、当時の、あ、真っ暗でね、怪しいというかやばい場所みたいな、やばい場所昼間から暗いんですからね、内地のね。じゃあそこに連れてってやるよって言われた時は、うん、やっぱビビったというか、ビビった、半分嬉しかったですね。あ、大人の仲間入りみたいな。そうあの、それでまあ7月か8月だったか覚えてないんですけど、うん、小金町というところですね、まあ、やばい町ですよね。そうですね。今は随分浄化されちゃいましたけど、当時の小金町ですからね、そこに風俗街ってイメージありますけどね、横浜の歌舞伎町みたいな、そうね、ソープランドとかいっぱい当時 あるようなところにポツンとジャズ喫茶が一つありましてね、あのファーストっていう、多分今でもあると思うんですけどね、はい、あの後で調べてみると、もう当時とんがりまくってて、あのフリージャズばっかりかけてるような店だったんですよね。あ、すみません、ファーストって一番のファーストですか、それとも早いのファーストですか、それともゲーテのファウストのファウストなんですか。一番 FIRST、 そうそうそう、はい、今は、うん、あのずいぶん長じて大人になってから一度行ったんですけど、ずいぶんマイルドになってましたけど、まあ僕が中2の頃はものすごいとんがりまくってて、爆音で、爆音の JBL で、ね、フリーダスかけてたんですよ、はい、で、まあ入るなりもうのけぞりましてね、爆音のシャワーでね、あの生徒でせこいことにね、あの、まあ、すごいあの、うん、レコードの名前をカタカナでね、はいはい、あのメモしてたんで今でも覚えてるんですけど、はい、バートン・グリーンっていうピアニストいますよね、はい、あれのESP 版かなんかのかかESP ね、なんかフリージャズの、かかってたんですね。まあ、とにかくピアノがキャーってやって、それで突然パッと終わるようなね、なんだこりゃセシル・テイラーとか、あ、でも ESP は出してなかったかな、ね、うん、セシルは当時かかんなかったと思うんですよね。これで呆然と、まあ、コーヒー飲んでたんですけど、呆然と、何これって思ってたんですけど、なんか自分に響くものがあったんですね、うん、響いちゃったと、先生ここやめようよとかとはどうでも言い出せなくて、もう椅子に張り付いてついたように、まあ、聞いてて、でそれがバートン・グリーンが終わったら次がなんとコルトレーンのアセンションがかかっちゃいましてね、出たっすね本当は、多分あの今で言えばエディション1の方ですね、だから非常に当時珍しかったので、うんうん、あの1000枚ぐらい出てすぐ回収されて、うん、あのエディション2に変えられたっていう、はい、そうですね、いわゆる好きなやつだったけど、はい、あのエルヴィンズ・ジョーンズのドラムソロも入ってたから多分エディション1だと思うんですよね、うん、それがかかって今度はピアノだけじゃなくて、はい、管楽器も当時私ブラスバンドでしたからね
その時クラリネットだったんですか。そうそうそう、はい、もう当時からもうクラリネットです、なんなんですかこれ。パヤヤヤパヤヤヤそう、ね、そうで当時片面しか書けないからまだ良かったんですよ。あのジャズ喫茶って A 面B 面あそうですね、うん、あの LP だからあるでしょ、はい、ちょうどエルヴィン・ジョーンズのドラムソロのところで A 面が終わったんだったという記憶があるんです。あれこうだとそうなんですね。そのドラムもまたこれめちゃくちゃ叩いてんじゃんこれっていうか今にしてもあんなすごいドラムないんですけど、うん、でもまあその音の迫力とねそうあの音量と迫力とそのなんかあのめちゃめちゃやってる人間たちの気合みたいなものがビンビンに伝わってきてね、なんか感動しちゃったんですよね、うんうん、それが初体験で、感動しちゃったんですね、その時もすでに。感動しちゃったんだと思います。うん、でだアセンション、ジョン・コルトレーンってカタカナで書いてありますよ、手帳に、うん。やっぱ体質ですね。じゃあちょっと待ってね、今お客さんが見えてきたんで。はい、はい、こんにちは。どうぞ。はい。ちょっとピンポンになったら誰か出てきてください。実は今あの期間限定ジャズ喫茶中なんですけど、ちょっと遅れて名古屋から到着された方がいらっしゃるので行ってしまったんですけど、まあ、じゃあ続けましょうか。カタカナでジョン・コルトレーンと書いて、うんうん、まあそれがほとんどジャズ初 まともに爆音で聞く初めての体験がそれだったもんですから、はい、やっぱり初体験がものを言っちゃうんですね、どうしても今になってもそういうものから離れられなくて、もうなんか鳥が生まれた時最初に見たものを親と思う現象に近いですものありますよね。それで次も妙に覚えてるんですけど、それは妙にオーソドックスな演奏だったんですけど、はい、あのブッカーリトルのタイム版だったんですよ。あ、ブッカーリトルのブッカーリトル、スコット・ラファローがベースの、そう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 、あれしみません、そのアセンション聞いた後、あ、いや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 、今にしては選曲がいいなと思いましたね、あのアセンションがの喧騒が終わったら、あやや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 、ね、始まるあれがね、いやいやそれはわかります。これもジャズか。あ、こんにちは、あけましておめでとうございます。はい、一時停止しますか。いや続けましょう。それもすいません、ちょっとあの続けててください、はい、あのブッカーリトルが流れ、いやブッカーリトルが流れまして、それでまあ本当にそこで一息ついたという感じなんですよね。でもあこれもいいな、これ俺ジャズにハマるだろうなっていうふうにその時予感しましたですね。今ジャズにハマるとおっしゃいましたけど、同じ種類の音楽だと思えました。アセンションだとブッカーリトル、なんか思いましたね。あ、そうですか。なぜか、へなぜか、どうしてだろう。いや向こうメロディーあるけど、アセンションはほらテーマはメロディーっぽいのあるけど、なんかぐちゃぐちゃじゃないですか。そう でもドラムはあるし、ベースはあるし、ピアノはあるし、あそうか、楽器一緒ですもんね、うん、楽器編成一緒だし、まあ、いろんな表現形態があるんだなと。それ遅刻してきた、うん、あ、 ありがとうございます。まあ、すごい、あのあれお土産いただきました。遅刻してきた。いやー そんなこんなで その3枚聞いて、じゃあ次行くよ、まあ、あの何ゲーム当時ありましたから、僕の記憶してる限りでも、はい、桜木町周辺にそのファーストでしょ、はい、リンデン、はい、それからダウンビート、はい、それから有名なチグサ、チグサ有名ですよね。もうあと1件ぐらいあったと思うんですよね、はい、うん、でまあそのブッカーリトル終わったら、じゃあ次に行こうか釜石君って言われて、次に行ったら次に行こうかって、うん、それだけでもね嫌なのにね、嫌じゃないけど、いやじゃなかったよね。で、いろ多様なお店に行ってみたいなと思うようになりました。おせな、うん、少年ですね、少年ですよね。あ、適当に食べてください、はい、それで、あのブラ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 伊勢崎市歩いたら、まあ、なんとあの有名な千草の前について、
入ったんですよね。はい、はい、2軒目がちぐさだったんですね。2軒目がちぐさだったんですね。はいはいはい。で、まあ、あの吉田店主若かったですね、はい、まだね。で、はい、そこであの入ったらちょうどなんか音楽の切れ目で、で座って、あ、またコーヒー頼むのかと思ってたら、かかったのが今度またコルトレーンのアフリカなんですよ。アフリカブラス。アフリカのテーマがね、スピーカーから爆音で流れてきて、あれ、さっきのアセンションの人だよなと思って。ああ、そっか。あの人はもうすっげえ聞きやすいですね、アセンションの後は。すんげえテナサク。いや、あの、ブラバンだったんで、テナサックスのことをテナサクって言ったの。あ、テナサク。すげえテナサックス吹くなって思ったんですよね。はい。でもうその後のことはもうちょっとおぼろげになっちゃって覚えてないんですけどね、はい、あのケニーバレルかなんか多分かかったと思うんですよね。それからすげえギャップです。あ、でもアフリカブラさんとケニーブラ、うん、ケニードハムじゃない、ヤンバレル、うん、まあ、初心者らしきお客さんがリクエストした、うん、サキソフォンコロサスもかかりましたね。ああ、そうなんですね。はい、あの本当に最初期にジャズの超大名盤を、あのセント・トーマス、あれを覚えやすいですね、これ同じテナーサックスかよって思うぐらい でしたけど、あれは聞きやすかったですね、最初から、うん、まあ、それだってアセンション聞いた後にさ、アフリカの後でしょ。でもまあブッカーリトルの洗礼も受けてますから、あ、これも一応こうジャズなんだと、じゃあ割と当時のジャズのもう右と左をうまく行き来したわけですね、一日の間に。そうですね、ちぐさはあんまりフリージャズかかりませんからね、はい、うん、強烈な体験でしたね、それは、うん、まあ それからだからジャズ雑誌買ったり、あのお小遣い貯めて、あの、レコード買ったり し始めたんですよね、最初に買ったのがチッコリアのリターンドフォーエバーのカモメ。おお、カモメのチック、これもジャズかよってそりゃそうだ、そりゃそうですね、ちょっと片外れだったんですけどね、まあ聞きやすいからまあ聞いてたんですけど、2枚目がやっぱりコルトレーンにその頃からもう魂は侵食されたんですね。2枚目はあのビレッジヴァンガードのジョン・コルトレーン、またうまいやつですね、チェイシング・ザ・トレーンで入って、アゲインじゃない方ですね、うん、はい、あれ買ったんですよね。夢中になっちゃって、まあ、はい、最初夢中になったのはやっぱり A 面の2曲目、今でも覚えてるけど、あの朝日のように、そう、ソフトリアーズ・イン・ザ・モーニング・サンライズね、あれのマッコイのソロに夢中になってね、うん、あ、こんな風にピアノ弾きたいなってなんか思いましたね。それからチェシン・ザ・トレーンはなんだか分からなかったですね。あ、でも最初私もそうでした、今では大好きな曲の一つですけどね、長いしね、うん、ピアノ抜けてるしね、うん、で3枚目はその同じ時のライブだっていうんでインプレッションズ、おお、そうですね、同じ分散収録されてますよね、うん、インプレッションそこでドルフィン出会うわけです。あなんか強烈な体験ですよね。もうだからもうそういった形で私のジャズライフが決定してしまってようなもんでね、以来あんまりハードワップは聞かずドルフィンだ、セシル・テラーだって、ね、あの聞くっていうのが、まあ、私のジャズライフの原点でございま す、ね、そんなとこかな。すごいな。だってアートブレイキーもホレス・シルバーも経由しないでいきなりフリージャズとかフリージャズっぽいやつでしょ、うん、そう、ただそれから当時は FM でジャズの啓蒙番組多くてね、ああいう由井正一先生のね、アスペクト・イン・ジャズ、アスペクト・イン・ジャズ、はい、あれなんか、とか由井先生の、本とかね、はい、読んでやっぱりジャズの歴史を体系的にやっぱり勉強するようになりましたね、うん、はい、でいっぱい雑誌ね、あの、うん、購読されて、で今私のお家にありますけど、釜石さんそうですね、昔の古文書をこの間送っていただきまして、段ボール3箱分ありがとうございます。あ、いえいえ、あれは高校生ぐらいになってから買った雑誌ですね、あの70年代の多かった、ね、もっと古いのもあるはずなんですよ、スイングジャーナルで。あ、そしたらぜひください、それまた、
見つかんないんですよね。いやそれで実は1960年代のスイングジャーナルすごく薄いんですよね、はい、古本屋で1冊100円で売ってたの買い集めたのが20冊ぐらい あるんですけどね。うわ欲しいわ。で、ね、どうしてかなと思うんですけど、コルトレーンが来日した直後のスイングジャーナルが持ってるんだはずなんですよね、はい、だからコンサート表が69年か67年あ7年あそうだそうだ67年66年ビートルズと同じだから66年、66年のあそれで67年にコルトレーン亡くなっているんですよね、はい、66年のだから、8月号か9月号が古本屋でたまたま手に入れたのを持ってるはずなんだけど出てこないんですよね。それがね探したら絶対送りますから、ありがとうございます。直後のね、コンサート表なんで、当時の主流の日本ジャズミュージシャン、私はこの音楽を認めないと誰か覚えてます？松本秀彦とか白木、なんとかテナサクソーシャンの人とか白木なんとか白木ドラマ秀夫か、うん、否定が半分以上でしたね。あそミュージシャンでも否定なんですね、うん、そうなんだ。まあレコードで発売されるのタイムラグありましたからね、まあ、コルトレーンにとっては一歩一歩前進して成長してここまで来たっていう状態を日本で公開したのかもしれませんけれども、うん、日本の聴衆はまだチェイシンダトレインあたりが最新だと思ってたのかもしれないですかね、うん、だから、まあ、それまあそれはまあまあ後で見たんですけど、はい、コルトレイン・イン・ジャパンが発売されたのが私が中3の時だったんですよね。あじゃあ割と早くだから、うん、亡くなって6年もしないうちから、あれはテレビあれ、TBS か TBS の人がたまたま録音したんですね、うん、モノラルでね、ええ、でコルトレイン・イン・ジャパンが出たんですよ、はい、でそれ3枚組で2枚半なんですよね、うん、不思議なことに だから3枚目の裏側は何にもカットしてない、はい、まあそれにあのピース・オン・アース、レオ、マイ・フェイバリット・シングス3曲しか入ってないんですけどね、はい、それも買いましてね、これでコルトあのベース最初のあのマイ・フェイバリット・シングスの長いベース長いベースをジミー・ギャリソンあれがね平気したんですけどね、なんかコルトレーンのソロが始まったら、鳥肌が立ってきてね、もうジャイアントステップとかも聞いてたんで、はい、ものすごい上手い人だっていうことは聞いてたのに、うん、なんかものすごい単純なことやってるんですよね、あのフレーズ的にはね、ペンタトニックをずっと往復するだけみたいなね、うん、でそれが終わってファラオが出て、ファラオも結構日本では抑制しててね、なんか震えが来ちゃいましたね、そこら辺でね、あれは稀有なあのレコード体験で、今でも家にあります、うん、コルトレイン・ジャパンは、うん、今でも聴きます、今でも レコードで レコードで、今でも震えが来ますね。あもうとにかくまあギャリソンのベースソロ、それコルトレーンのテナーのソロ、ファラオのテナーソロ、うん、アリスのピアノソロで、うん、コルトレーンが最後ソプラノで、うん、はい、ソプラノでやるんだけど、そこら辺になるともうガクガク来るぐらいの、まあ、ものすごいソプラノのなりっぷりで、病気ですね病んでますね、はい、まあね、そういうジャズライフをあれいいとなんでるんでね、まあまあその頃からもう、ほんとどこおまわりさんに見つかったら報道もなんですけど鎌倉に愛せいざ鎌倉から撮ったり、いざというジャズ喫茶がありましてね、そこに出入りするようになりまして、中3の頃からね、はい、まあ、マッサやママさんがいい人で可愛がってくれて、それは高校生、もう大学ですか、中3の時、中3の時か、中3の時ぐらいですね、もうそんなことやってるから家庭教室ついてるのに、成績はもうどうだったんですか、まあ、差が
トップクラスではあったんですけど、本当のトップが行く高校には入れるはずだったんですけど、はい、お前やめとけって言われて、はい、危ないから、はい、一段下げられたんですけど、はい、うん、だからそういうのでジャズに飲み込まなかったらちゃんとトップの湘南高校に入れたはずなんですけどね、お父さんとかは何か何も言われなかったんですか、つまりジャズに染まっている釜石少年を見て。お、不思議に何も言わなかったですね。あ、いいお父さんですね。ちょっとうるさいから、ええ、ヘッドホン買ってやるからヘッドホン。いいお父さんじゃないですか。へえ。親父も音楽クラシックなんですけど好きなんですよ。だから、ええ、理解があったんです、ね、結構まともなオーディオセットもあったんですよ。はいはい、今ほどじゃないですけど、親父はベートーベンが好きで、釜石亭はもういいオーディオ揃ってますからね。じゃあそれはお父さんの影響なのかもしれないですね。いや、まあ出来合いの親父の方は出来合いのもので、別に親父は全然オーディオには詳しくなくて、レコードは持ってましたね、バッハのブランデンブルグ、カール・ビヒターのやつとか。あ、そういうクラシックをたまにかけたら警察が来たわけですね、この間。そうなんですよ。そうなんですよ。ジャズを爆音でかけて警察が来たんじゃなくて、フリージャズを爆音でかけたら、はい、警察じゃなくてベートーベンのピアノ協奏曲ベートーベンで警察来た。ベートーベンのピアノ協奏曲第5番をかけたら近所の人に電話されてお宅音うるさいって苦情入ってますよ。だってこれクラシックですよって言ったら、クラシックの何も関係ないでしょって、おまわりに言われて、まあそりゃそうだね、おまわりさんがしてもクラシックなのか関係ない。でも近所の人がその迷惑だと思ったのがジャズじゃなくてベートーベンだってとか面白いですよね。ベートーベンもだけど、フォルテシモすごいじゃないですか。あもう旋律とかそういうんじゃなくて、もう物理的な、物理的に突然フォルテシモに行くじゃないですか、ベートーベンって、はい、そうだから最近は思ったもうちょっと爆音出したいんだけど少し抑えてるんですよね。まあヘッドホンもあるんですけど、ヘッドホンは耳圧迫するし、あんまりやるとね、もう老人だから鼓膜やっちゃうからね。こうやってヘッドホンで爆音やるとバスドラ一発で鼓膜や、はいはい、バスドラ一発で鼓膜や破れるとか嫌ですからね。いやいやいやそのような原体験をお持ちの釜石さんは現在どういうジャズをお聴きになってるんですか。今でもあんま変わんないんですよ。今でもあんま変わんないですか。変わんない、いやでもやっぱり心休まる、これとかじゃないですか。ああこれはシダボルトね。シダボルト、あ、これは最近私も買いました。村上春樹も板に違いないらしいですね。あれですよね、74年ですね。74年の12月23日3か4年ですよね。クリスマス3日連続でやってるんですよね、はい、3日連続で。これこの間ね、釜石さんとイーグルでね落ち合った時、まあ、その後マスターにかけてもらったんで、飲みに行ってまたイーグルに行ったらなんかね、マスターが音の調整してて、でなんかリクエストだったらかけるよって言われてね、なんか閉店後のイーグルにね、入れるなんて嬉しくてしょうがなかったです。で釜石さんがこのピットインリクエストをしたんですよね。あのウエスのインプレッションで、ね、インプレッションズ、このウエスのインプレッションズは釜石亭で私爆音浴びましたけど、かっこいいよかったね。ハロード名盤のピアノがパキンパキン耳に来て、あれは名演ですね。このいやでもね、シダボルトのピットイン唯一不満があるとしたら、サム・ジョーンズのベースの音がやっぱ当時70年代だからっていうのもあるの。ピックアップか、ピックアップの音がニューニューして、あのボンボン のベースの音がニューニューしてるんですけど、ビリー・ヒギンズのシンバルの音があれは素晴らしい、すごいんですよね。まあ、今考えれば夢のように4年メンバービリー・ヒギンズ、ヒギンズですよ。ですよね。あんなの普通に着てた、あの70年代ってああいう人たちが普通に着てたんですからね。神業シンバルワーカーだと思いました。あのイーグルで聞いて初めて分かった感じがする。その粒立ちとピアノとのリズムがぴったり合ってる感じが、コンビネーション。うちでもなかなかいい音ではありますけどね。これ
いいですよね、ピスタボルトのピットインはね。あのファンタジーインディーっていう曲が特にあの最初の曲でしたっけ？いや、途中でしたっけ？あ、勘違いだ。すいません。別名ウゲツね。ウゲツ、はいはい。ああ、ウゲツ、そうそう。うん、あのアートブレーキも吹き込んでますからね、スターボルトにいた時代のね。ハッピーメンの3曲目ですね、レコード。うん、いやでもこれこの時客いっぱい来てたんでしょうかね、こんなに演奏してるんだけど来てたと思いますよ。あの、はい、あの3日間だったから、はい、トルーでやったのは多分その中日の24日だと思うんですけど、さ初日はね、確かボーカル笠井公子だったから。あ、そうだったんですか。へえ。つまり このユニットのあのこのイーストウィンド版は3枚出てるはずなんですよ、うん、で初日が笠井公子で2日目がトリオ、3日目が渡辺貞夫、渡辺貞夫プラス、はい、シダーウォルトントリオって、まあ、じゃあ結構贅沢な組み合わせだったんですね。そうですね、うん、それ全部だから録音しイーストウィンドはしてたわけですよね。小沼ミュージックっていうプロモーターだったと思うんですけど、うん、その当時のシダ・ウォルトンの人気というか位置づけっていうのはやっぱりアートブレーキのメンバーだったからっていう。そうです、そうです、うん、私なんかはあのレイ・ブラウンのサムシング・イン・デスターでシダ・ウォルトンかっこいいって思った人なんですけど、ほら、あのオホス・ロホって曲、シダ・ウォルトン作曲っていうことで、ああいい曲書きで情熱的なピアノ弾く人だなって思ったんですけど、 あと私はあのアルフェイグが70年代に再復帰したときにインビテーション、インビテーションインビテーションの1曲目にホリーランドっていうね、はい、ホリーランド人気ですよね、うん、ジャズ喫茶名曲って言われてる、ね、あれはもうなんか日本人好みのね、うん、メロディーでね、あれの作曲者だっていうのも後で知ってね、うんうんうん、でも当時の日本ってそのシダ・ウォルトが来日した頃ってやっぱりピアニストで人気ってマッコイ・タイナーでしたか？全マッコイ、あ、そんな断然がつくぐらいマッコイタイナー。断然ですね。みんな同じようなピアノなんですけどね。ハービー・ハンコックとかは、もうヘッドハンターズとかそっちの方に走っちゃったから、それにあれ、あのいわゆる当時の言葉で言うクロスオーバー、今の言葉で言うフュージョンに対するアレルギーっていうのはやっぱり持ってる人多かったから、ハービー・ハンコックはいまいちで、あの VSOP で蘇りまして。ああ、なるほど。チック・コリアとかハビ・ハンコックとかは同じような位置づけなんで、ね、そうで、チック・コリアもね、そうそう、あの初代リターン・トゥ・フォーエバーが解散してね、ずいぶんアルディオメラが入ったあたりからちょっと僕も離れちゃいましたね、あまりにも ロックっぽくてね。あと他ピアニストだと例えばダラーブランドとか、ダラーブランドとかジャズ喫茶でハマりました。アフリカンピアノ、アフリカンピアノ、あれはハマりました、素晴らしいと思いました、でもそれはジャズ喫茶での人気で、例えばこう来日とかは、そういうのしませんでしたね、ジャズ喫茶人気でしたね、あれは、その時バド・パウエルとかもうセロニアス・モンクとかもう前の世代のピアニストはどういう感じで認識されてたんですか？あ、いや好きでしたよ。あ、いや、あのなんていうのかな、そういう現場では、現場というか日本のジャズシーンでは、ジャズ喫茶名盤では絶対にありましたよ、常に。へえ、うん、やっぱりクレオパトラとかですか？あれシンチェンジ、モンクはどうなんですか？モンクは、CBS 時代のがよくかかってましたね。あ、じゃあチャーリー・ダブス、いや、ソロモンク、あ、ソロモンク、うん、あ、ソロモンクね、飛行機、ソロモンク、あれ、あ、じゃあラウズが入ってるやつじゃなくて、あれが人気版だったんですね。ラウズが入ってるのはあんまり、モンクは好きでしたね。いつ好きになったか、それはちょっと自分の記憶がないんですけどね。亀井さん好きなのって多分グリフィンってやってるやつでしょ。もちろん。さっきほらうちで偶然かかっていた、あ、リモートバック、ブラインドで当てたからね。そう、ちょっとかけっぱなしでちょっと皆さん迎えに行って、それで偶然あの iPhone に僕5000曲ぐらい曲入れてるんですけど、シャッフルしてとグリフィンとファイブスポットで文句をやってるやつが流れていて、でなんかアドリブあたりを聞いて、あ、これあれじゃん、ファイブスポットのやつじゃん。ちょっとあれ愛鳥版ですもん。そう、あ、そういえば、そうそう、あの
当時なんでもうすでに文句してたか知らないんですけど、その最初にちぐさに連れてってったもらった時に、吉田マスターに坊やって声かけられて、なんかリクエストあるって本当にビビりましたけどね。おお、何リクエストしたんですか。本当に突っ張ってね、本当にギンギンに突っ張ってね、文句のミステリー放送お願いします。グリフィンとやってるやつだ、ファイブスポットだ。なんだお兄ちゃん、あんまり突っ張るなよって。いや、それ突っ張りだったんだ。いや、あんまりサクソフォンクロスターズとかそんな、ああそういうの期待してたんですね、うん、もうちょっとベタなやつ、いわゆるアートブレーキとか、もうちょっとね、渋いやつをリクエストしなきゃ、ちょっと 俺ももうジャズ聴いて半年ぐらいだしと思って、ってことはまだ中2の時だったんですね。中2です。中2の時すでにだから文句知ったんですね。中2の時に何ミステリー要素をリクエストする中2って何、うん、中2病というか何なのよって感じですね。そうですね。ちょっと水割り作ってきます、はい、あどうぞどうぞというような得意な体験をお持ちの釜石さんのお話をいろいろお伺いできて、まあ、当時私より10歳年上なので全然私が体験してないような貴重なお話をいろいろいただけて、とてもなんか聞いてて面白いんですけれども、というかいつもプライベートで会ってるだけこういう話ばっかりしてるんですけどもね、やっぱり何度聞いても面白いですよね、こうリアルタイムでジャズに接してる方の話をお伺いするとね。でも中2ですよ、中2、まあ、今はジャズだけど今はエヴァンゲリオンなのかななんて聞いてて思いましたね。エヴァ好きも今日来てますんでね。もうその行ってきました。行ってきました。行ってきました。俺行こうと思ってもう12月10日過ぎてたから行けなかったんだけどね、はい、六本木でしょ、はい、うん、心に空いたポカリと空いた隙間をこう埋めるものをね求めている多感な時期の中学生とか高校生のね中二病の人たちにね、はい、その空いた心の作品をぽっかりと埋めて、ぽっかりの穴を埋めてくれるのが、世代によっては庵野秀明エヴァンゲリオンで、世代によってはジャズだったわけですよね。世代にとってのエヴァンゲリオンが、はい、今翔くんっていうね大学生、音楽大学でやってる方の話ちょっと遠くで聞こえたかもしれませんけれどもね、でも彼にとってはエヴァンゲリオンなわけですよ。だからこれから30年経ってもしかしたら僕とエヴァンゲリオンみたいなこうやって語ってるかもしれないですよね。40年後ぐらいかな。で当時 のアニメージュとかアニメディアとかそういうアニメ関係のエヴァ特集号とかを自分より10歳とか20歳年下の後輩に送っているかもしれないですね。僕はこれでエヴァに夢中になったよみたいな。すいません、亀井さんがお戻りなんでお話の続きをお伺いしたいんですが、そういえばパーカーのこと何にも喋ってそうですねなかったんですけど、ええ、パーカーは中3の時に中3でパーカーなんて早熟なんだろう。なんかもう狂いましたね。中3でパーカーに狂った。狂いましたね。狂ってますね、それって。いや、そう、仲間いたんですよ、中学に、まあ、パーカーやばいね。どんだけ混ぜてるんだよっていう、チャーリーパーカーオンダイヤルっていうのの日本版がね、しかもダイヤルでしょ、ダイヤルバーブじゃなくてダイヤルで狂ったっていう、7枚組1万円で出たんですよ、はいはいはい、うち友達が母親の財布から金抜き取って買っちゃったんですよ、オンダイヤル全7枚組をね、箱入りでね、箱入りアンブサイン、でそいつんちは学校のすぐそばだったんで、学校の帰りにそいつんち寄って聞いてたんですよ、なんだよこれは。で最初はなんだよこれはだったんだよこれは、分かんなくてなんだよこれは、それとも感動してなんだよこれはなんですか、びっくりでなんだよこれ、びっくりですね、いやこれ1946年の6なの、俺たちが生まれる12年前にこんな演奏してたのって、いやもう 3L ほどダイヤルは聴きましたね。僕はずいぶん後になってから揃えたんですけど、まあ、それでしか聴けなかったから、パーカーのダイヤルの演奏っていうのは、
何が好きでした？ダイヤルってほらウエストコーストとイーストコースト大きく分かれるじゃないですか。あのボリューム1です。あのじゃあ調子がいい方、ね、調子がいい方ですね、特にオーニソロジーとか、うん、あのヤードバードスイートとかね、はい、あの同じテイクが続くでしょ、はい、じゃあ平気で聴いてましたからね。あアドリブ違うな中3で中3でですねやばいですね。もう何この人って、うん、あのいや本当に神様に思いましたね。あーパーカー本当にすごかったですね。あ面白いですね。そうやってもう直感的になんだこりゃっていう人もいれば、いまだにパーカーわからないっていう人もいるようにね。本当に人の感受性というか、うん、まあ経験値があれかもしれませんけど、ね、まず音が違いますからね。あのどんなに録音が悪くてもちゃんと聞こえてくるし、 あと吹奏楽やってたっていうのもあるのかもしれないですよね。そうそうそう、アルトサックス奏者は聞いてますから、ね、これ5番で吹いてんのって、あリコーの5番ね、うん、何この人ってさ、そうでやっぱりその頃からバップに目覚めちゃったんだよフリーチャージの次バップに目覚める、そう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 それであの、やばいね、バードパールのルースト版があるじゃないですか、はい、バードパールの芸術、うん、あれちょっとピッチがおかしいらしいんですけどね、はい、そうですね、回転がね、でも、うん、あのインディアナのスピードうわあれ当時1500円版だったんですよ、はい、だからさすがに僕のお小遣いが買えたんで擦り切れるほど聞きました。特に A 面ね、うん、1947年の方の録音ね、うん、擦り切れるほど聞きましたねあれは、うん、あのパリの4月で始まるチャンチャチャンチャ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 で、それからなぜか、うん、で2曲目がインディア、次がインディアナですね。それで、はい、I should care, I should care、うん、で、あとナイスワーク、なんか if、うん、いい硬派ですね。いや、そう言われても、まあ、そうかもしれません、ま、真ん中ですね、うん、それからなぜかね、ウォーデル・グレイとデクサゴドン、ああ、バトル、テナーバトル、こうテナーバトル、硬派ですね、ど真ん中ですね。ウォーデル・グレイはなんか今でも珍しいの持ってますよ、うん、ちょっと。面白いのはそういうほらジャズファンの中では全部こう軽視で遠ざけるような、知ってはいるけどすごいのは分かってるけどあんまり聞いてないし、うん、良さも分からないっていうところの真ん中をで感動してる感じですよね。うんまあウォーデルグレイですよ、パーカーとも付き合いにしてるしね、ウォーデルグレイはすごいですね。レスターヤング直系のあのスムースのね、うん、スムース、そうそう、あのレスターヤングもちょうどその頃本当ど真ん中だな、王道だよなレスターヤングメモリアルアルバムっていうのが出ましてね、カウントベーシー時代のね、1930年代の音は悪いんですけど、うん、カンザスセブン、シティセブン、あ、それも持ってますよね。本当ド直球というか本当になんか、うん、レスターはすごいなと思いましたね。これ片や山下洋介のライブでしょ。高校になってからですね。高校になってからでも高校で山下洋介のライブ行ってたわけでしょ。あと日比谷の野音で日本ジャズフェスティバルってね、あの聞きに行ったんですよ。その、母親からこれ金盗んでオンダイヤル買った男とね、でもそこで出ちゃったんですよ、洋介が。じゃあイメージとしてはなんか高校生が行く音楽というか、みんなヘルメットかぶってゲバ棒を持ってる人が行くようなイメージのところになんか高校生が行って大丈夫だったんですか？生きて帰れたんですか？生きて帰れたけど、とにかくめちゃくちゃやって、本当グランドピアノが動いちゃったんですよね。そうなんですか。それから森山武雄がバスドラを蹴破っちゃって、バスドラが前にバーン。あ、まあ、坂田明じゃなくてまだ。中村誠一、坂田明でした、はい、あのバスドラが破れてさらにぐわっと前に出ちゃったんで坊やのこう、バスドラを足でね押さえてたんですよね、はい、それほどのすごい演奏で、お、うん、やばいな、坂田明リード飲み込むんじゃないかって
ここはですね、それは衝撃でしたね。みんなのセカンドテーマだったと思うんですけどね。今だと、ほら、あの1グループ40分ぐらいしかやんないじゃないですか、はい、あのジャズフェスティバルだからね、あの時の写真残ってますよ、あの私カメラ持ってったんでね。でクレーみたいな演奏ですか、あのみんなのセカンドテーマ。まさにそうですね、あれぐらいでしょうね多分、うんうん、クレイが75年ぐらいだろうから、その1年前ぐらいだから、ね、15歳ぐらいの時だから、高校1年の時だから。私もクレイは大好きなんですよ、と今聴いても鳥肌立ちますね。これはな、家でかけたら逮捕だな。今度は。最近やっとし、また CD 化されたんですよね。かつてちょっと高かったけど、うん、今1500円ぐらいで買えるんですよね、確か。円屋のシリーズ。円屋のね。なんか強烈。それでなんでジャズ喫茶のマスターとか、なんか道踏み外さなかって、ちゃんと肩着 な社会人になったんですか。いや、一時代なんかしなくて、大学生になって、ちょっといろいろちょこちょこ悪いことしてて、離れちゃったんですね。その頃だとニューミュージックとかの時代とか、ニューミュージックもだから好きでしたよ、山下達郎とか、シュガーベイブ、シュガーベイブ好きでしたね。あとユーミン、まだ荒井由実の頃とか、荒井由実の時代のユーミンとか、あと大貫妙子、吉田美奈子、はい、おしゃれになっちゃったんだね、大学入って。あとね、恥ずかしいけど、ラリー・カルトン。ラリー・カルトン、ナンパになっちゃったのね、一気にね。ちょっと女の子に目覚めちゃった部分があるのかもしれないですね。地獄の淵を覗いてきた男が、なんか急にシティーボーイになっちゃった感じですよね。ちょっとそうね、エポとかね。エポ、ダウンタウンエクイズ。そう。俺たち、ひょうきん族の頃ですか。亀井さん大学生の頃、それよりもちょっと、僕78年に確か大学入ってるんですよね。あ、はい、じゃあ YMO がデビューした頃、その後ぐらいか。 YMO がデビューしたのは80年代でしょ。いや、ちょっと前なんですよ、80年代。あ、そうですか、ってことは、そっか、もうだから おしゃれなシティポップですね。うん、YMO の初版持ってる友達がいましたね。イエローマジックオーケストラ、メガネかけたこの電脳の女の 人じゃないじゃない。ない、細野晴臣 のタバコ時計とかアンティークなやつですよね。あれにはだからオーバーダビングされてないんですよね。吉田美奈子。吉田美奈子のボーカルが。トンプのね。それは聞きましたよ、うちでも。ああ、なんかいいなと思いました。なんかこういう無機質な音楽が、うん、特にこのドラムなんか絶対にグルーヴ入れちゃいけないんだ、うん、そうですね、企業、うん、さんのね。あ、こういうドラムもあるんだなって、ね、あ、なるほど。じゃあ釜石さんにとって大学時代っていうのはいい冷却期間だったわけですね。ちょっと中高と熱くなりすぎて頭に血が昇ってる期間を少し温める4年間だったわけですね。いや別の理由で頭熱くなってたんです。なるほど、うん、あ、下半身じゃなくて下半身じゃなくてね、民衆の暴力が歴史を決定するっていう、あっちの方です。ジャズ批評に線引っ張ってありましたよね、平岡生命のね、民衆の暴力。歴史を決定するのは民衆の暴力であるっていうようなことをしてたんで、あ、そっちの方ね、なるほどね。そっちの方に熱中しちゃったんで、意外とそういうことしてる人たちって、ニューミュージックとかじゃなくて、いわゆるフォークとか、ね。フォーク、うん、イルカとかね、それ好きなんですよね。さだまさしとか、さだまさしとか、シーノミのママへとか、ね、コルトレン出てきますからね。全然だから音楽の話はしようもなくてね、そういう人たちはね。まあ、じゃあ面白いな。なんか本書いてくださいよ。面白いですか？面白いですよ。いや、だ大学時代はそういう意味でジャズから遠ざかってたんです。まあ、いつものように週末っていうか、節目にはその鎌倉のね、ほとんど常夜堂みたいなジャズ喫茶伊沢には、はい、行って、酒は飲んでたんですよ。でも別にあんまり真面目にジャズを聴いてなかったですね、その頃は。酔っ払ってこうなんか騒ぐ方がなんか、
優先になっちゃってね、真剣だったのはやっぱり中高だったのかもしれない。でも中高が今の中高の時の私を今でも引きずってるわけですから、はい、パーカーとかやっぱり涙出ますから今でもね、もう引き古したソロですよ。でもトランスクリプションなんてだいっぱいあるわけですよね、うん、誰でもだから見れば吹けるようなフレーズを何回聞いても、うん、かばしさんも財布とかしてたんですか。いや、まあ、私そんな才能ないです。あ、まあ、こういうことですよね、こうオムニブックってありますけど、そうこれ、こういうね、これ、サーディングフーフー、あーアンスロポロジーですよね、アンスロポロジーね、 B フラット循環、うん、釜石さんの話面白いな。また期間限定ジャズ喫茶やジャズ居酒屋かやりますから、またね面白い話ぜひお伺いしたいと思いますので、ありがとうございました。今日はもうほらもうちょっと1時間ですよ。もう50分過ぎてますからね。話しましたね。いや面白かったのですよ。まあ話せることがあったらまた話します、ね。またぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ということで今回は我が家にいらしていただいたもうコアジャズマニアの釜石さんからのお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。ということで失礼します。はい、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。